とこれをアイホール全体に広げます。なんかねアイホールってねアイホールと思ったもん勝ちだと思うんですよね。あと2回の17のご予定ファンの方の あと2回の17の予定決めてない。どうしよう、どうしようか、いつにしようかな、いつがいいですか配信。そいつゆるさん優しいな。おすすめの映画ですか。あーなんだろうな、でも最近アニメをめちゃめちゃ見てて、あの先輩に勧めてもらって約束のネバーランドっていうアニメがあるんですけど、それを見始めてもうハマっちゃって12話まで見たんですけど、もう続きが気になりすぎるのでセナと話して、セナが漫画ポチってそれを貸し借りすることになりました。ウケる。リボンナポリ、ね、何リボンナポリ飲んだこと、飲んだことあるけど虫で着色してるっていうのを聞いて飲めなくなっちゃった。ヤクネボめっちゃいい、マジで面白い、もう大号泣ママって感じめっちゃ嫌だったのに最初ママ。シナカレーコラボしてほしい。シナカレーコラボ お小遣い尽きないです、自分で稼いだ分って感じ。自分の給料からとか前に稼いでたバイト代の貯金とかをちょこ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 使ってます。あまり物欲がないので自分のものにお金使わないから、交通費とかあの YouTube に必要なコスメとかそういうの以外買わないかも。月いくら稼いでんの、それはちょっと、それはちょっとなんかお金の話はやめましょう。もう今課題やってんの偉い。何歳、バイト何してたの。バイトはコンビニとお寿司働いてたことあります。コンビニは、バイトリーダーみたいなのやってました。バイト大好きなんですよ私。あこれ4時からバイトのリサちゃんにもらったやつです。課題やりながら見てるから応援してほしい。頑張って。千葉のどこ住み言わないよ。ヤクネバそう映画見たくてセナと行こうって約束しました。あこれなんかさ鏡見よう。全然コメント読めないや。つるべてあつるべさんやっほー、ツイッターいつもありがとうございます。ちょっと待って何も読めない。だいぶ顔が出来上がった、まだ目しかやってないけどね。